はエースの千賀でした。その立ち上がりでした。球の質はいかがでしたか。まあ、良かったと思いますね、はい、いきなりねツーベース打たれましたけどね、その後もね、丁寧に抑えたかなというふうに思いますね。ですね。ゼロに抑える立ち上がり。一方のスワローズマリーンズはチェン・ウェイン、CS 想定というピッチングでしたが、こちらの立ち上がりはいかがでしたか。あ、立ち上がりチェン投手もね良かったと思いますね。ストライクゾーンの中で、ね、どんどん攻めることはできてましたね、はい、柳田の内野安打がありましたがここを抑えてます。3回です。ワンアウトランナー2塁1塁と千賀がピンチ、まあ、強い打順を迎えましたけれども、ここもゼロに抑えます。その裏周東が塁上スタート、日本タイ記録となります。こちら10試合連続盗塁、しかも挟まれたんですけどね。いやー本当ね、足の速さというのを感じますよね。あすのゲームで新記録がかかります。その後のチェン、これ4回のピッチングをご覧いただきますが、終盤いかがでしたか。いやーね、本当ねクリナコね、力でねねじ伏せることができましたよね、強いボールをねどんどん投げることができましたね。しかもテンポも良くというピッチングでした。点が動いたのが5回、この回先頭の栗原、素晴らしい角度のこちらホームランでした。ライトスタンドへの第15号、ホークスが1点を取ります。援護点をもらいました千賀のピッチング6回です。上位打線2番の角中から、ここは周東が助けました。カバーしましたよね、周東選手はですね、中村、さらには今日も4番の安田と見逃しの三振に抑えまして三者凡退でした。7回もチェンが行きます。ランナー3塁、牧原を置いてバッター松田、貴重な追加点でした。2点目、チェンもいいピッチングしてたんですけどね、援護点がありませんでした。でこの回もいった千賀8回です。ダイソーのここはだ、これが大きかったですよね、お互いにとってですよね、お互いのチームにとって大きい牽制心になりましたよね、はい、結局この回もゼロで抑えた千賀滉大です。8回を12奪三振で、最終回は昨日39球を投げました森がマウンドに行きました。今日の森はいかがでしたか。いや昨日と、ね、全然違って、はい、もうリラックスじゃないですけど、自分のペースで、しっかり投げることができましたね、はい、今日は2回で完封勝ち、ただ連敗になってしまった千葉ロッテマリーンズ、非常に苦しい状況ということ。